ターライフ。これは弱小事務所モンスタープロダクションの若手俳優たちがどんな役もこなせる怪物級の俳優、怪優を目指す番組である。今回の企画はトップ YouTuber 虹色侍の妻さんとラブソングを作ろう。いや僕も一回一目ぼれしたことがあって、うん、おそうなんですよ。テーマは大輔がかつて一目ぼれした時の恋。今でも覚えてるよ。高校時代に一言交わしただけで卒業を迎えてしまった儚い思い出を歌詞に、ここまで A メロ B メロが完成。強かったらいいのに。そして重要なサビ担当は寺山さん。もっとね、今俺の頭の中で、はい、福井くんの初恋めちゃくちゃ広がってんだよ。一回聞きしましょう、めちゃくちゃ広がってるからこれ育てていきたいのよ。なるほど、なるほどね。これをそんな花咲かせたいサビ、そのポイントは、そうですね、うん、サビは、はい、もし付き合えたらいいのになとか、なんか僕もやっぱそっちが広がっちゃうんですよ、うんうん、もし話せてたら、そうそうそう、もし手つなげてたらみたいな。そうですね、うんうん、いい福井くんそっちでお願いします。そんなサビのワンフレーズ目は、話したかったなって後悔が強いのよ、はい、俺も、あもう切ない。歩きたいんだよな。おー、いいですね。あとこの後悔と、はい、思いを伝えて、うん、いっそ楽になりたかったなっていう気持ちもそれはあるのかなって思うんだけど、諦めがつかずにね。そうそう、諦めつかなかったっていう、はい、そっか、その時の僕はもう見てるだけで幸せでした。あー、なるほどね、はい、じゃあその要素はなしということでいい？泣いちゃうかな。泣いちゃうかな。これ以上僕も、もっとダメ、ダメ、まだあるはず素材が。普通にでもどっか行き、街歩きたかったですよね。街ね、それこそね、やっぱ一目惚れのね、その思い出の場所に行きたいですよね。一目惚れの場所にいつも一人で来ちゃうのかな、この人は。なるほどね。やべえ、こんなに切なくなると、ね、俺 A メロ考えてた時に田んぼとか言ってたんだけど、ね、徐々に固まっていくみたいなね。すごい広がり方。すごいな。女の子はさ、はい、彼氏とかいたの？会った時はいなかったです。あ、いなかった。はい、じゃあもう本当に一つ勇気を出してれば、もしかしたら変わっていたかもしれない、うん、もしテラさんが、うん、もし弱い男だったらどうしてました？手紙書いて伝えれないから、なんか手紙とか書いて、まあ、渡せないにしろ、なんかどっか自分の机の引き出しとかに入れてしまうかな。なんか書くけど、書くけど出せない。君に書いた手紙がまだここにあるんだ的なね。あ、いいですね。書いた手紙も渡せない。書いた手紙も、うんうん、うわ、すごい、本当にいい歌詞だな。うわ、エモいな。ちょうど偶然なんですけど、全部あーで終わってるで、インがね、なーなーらーかーで、本当だ、本当だ、すごい、あーで終わるやつは伸ばしやすいんですよね。へー、いいとかやと難しかったりとか、好きよりもなーの方が、確かに、そうですね。この言い回しにかぶっていくとかっこよくない？書いた手紙の引き出しの中の感じ、の感じね、の文字数とか、そう、物が場所にあるっていう、この物が場所にある、物が場所にあるっていう、物が場所にある、過去の思いは冬の空みたいな、いいですね。いいですね。急にね、急に歌い方変わっちゃうんでね。引き出しの中、過去の思いは変化になっちゃうんで、冬の空。急に書いた手紙は引き出しの中。この後のフレーズを引き出すため、一度演技をしてみることに。俺ら役者だから、それ一回締めてみて。手紙書いて、はい、締めてみて、引き出しに入れてみて。あーね。言えないっていう気持ちが、あ、やっぱ言えない、空見上げて言えないっていう気持ちですか？空見えて言えない、言いたいけど言えない、だから何かはやっぱ心の中なんじゃないかなって思う。心の中か、心の中、うん、
ちょっとテラさんもやってみてもらっていいですか。はい、手紙書いて、うん、手紙書いてください、はい、書いた。あ、すごい書いて出来上がった。渡せないや、閉めた。俺さ、この扉に鍵したくなったんだよね。ほー何この番組素晴らしいな素晴らしい。確かに 今鍵したくなった。鍵かけ、もう二度と自分の、ね、もう開けるな。心にも鍵をかけるよね、うんうん、そう鍵をかけたままいいかも。うわ、鍵をかけたまま心の中ちょっとメロディー当ててみていいですか。あ、楽しみ。うわ、かったな、目を見て笑い合いたいな、初めて出会った場所を二人で歩け、うん、ちょっとよく書いていいですか。はい、いいですか。もちろん、あの最初これ A メロで、はい、交差点で赤い長い赤信号が青に変わったことで恋愛に進めるっていう、はいはい、いい理由があったじゃないですか、はいはいはい、だからここを交差点にすることで二人で付き合えたらっていう意味にしたいなってちょっと思えたんです。うわー、深い。ちょっともう違うよ、欲が出ちゃいました。違うなあ、いい、なんか運命がね交差するみたいな。そうやだやだ、エモい、エモい最高いいです。ちょっとメロディーをいきましょうか。ちょっとね、どなしたかったな、話したかったな、目を見て笑い合いたいな、初めて出会った交差点二人で歩けたら、書いた手紙は引き出しの中、鍵をかけたまま心の中、うん、いや、すっげえ、なんかいいっすね、情景が浮かぶな。サビ担当寺山さん、ズマさんに続いて歌ってみよう。頑張ってください。はい。ちゃんと感情込めて。めちゃくちゃ難しい。いいのに、もうもっと話したかったな。目を見て笑い合いたいな。初めて会った交差点。二人で歩けたら、書いた手紙は引き出しの中、鍵をかけたまま心の中。いいです。うわー、最高じゃん。すごい、素晴らしい。歌うまく感じるね、自分ね。これはいい、これはいい、本当にこれはいい、うん。さあ、最後の大サビ、全員で大輔の叶わぬ恋を消化させよう難しいね、あの育ちすぎて発言が怖くなってきた責任持てあの人同じ交差点で待ってんじゃないのかなって思う。ああ、でも自分自身も進めてないですもんね。そう、その子とまだ付き合いたいのか、はい、もう諦めているのか、過去にしようとしてるのかだよね。あ、なるほどね、はい、で過去にしたらめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。過去にシューズシュルどうした萌え系過去にシュル過去にシュルって言って思いのほか真剣になっちゃってカリニスあります、なんかあります。今2人で歩いてるから今1人なんだな。あ、今一人、あ、確かに普通に言うのいいですね。あ、なるほど、一人で歩いてるって言ったでしょ。一人でまた来たんですね、うん、全てに別れを告げに来た感あるもんだ、なんか確かに。で、冬行きたいな。冬まあ、体に積もる雪をみたいな、なんかかっこいい、外洗ってみたいな。もうもうちょ、赤ペン先生お願いします。赤ペン先生お願いします。雪をそっと払って、ちょっとやってみよう、大輔、やってみよう。ちょっと、あの交差点来た。来たよ。うん。しゃ。ああ。で今青になってる。で噛み締めるように歩いてたね今ね。噛み締めました、うん、もうあの思い出を最後と思って、うん、歩いてみましょう。歩いてみよう。ね。うん。
ああ、いやでもなあ、笑顔があったね。笑顔あった。笑顔だった。青信号いいっすよ、ね。青信号や、もうやるみんな歩き出してるから。歩き出した青信号だわ。いいっすよね。でもシンプルに信号は青だでいいんじゃないですか。はいはいはい。信号は青だ。わ。ということでラッサビの出来上がった歌詞がこちら。斬新なラブソングが出来上がったんですね。あの。思い伝えようっていうよりはもう一人の大切な思い出を言ってるみたいな。うん、そうですね、うん、ちょっと待って、できちゃった、ね、できちゃった話。じゃあこれを練習練習発表でね、はい、発表発表か。誰ああこの日のために頑張った準備、お金かけすぎて結果ボンビ。オーカー秀蔵さん、嘘つけ。それ以外か。最後の忠告です。僕は何成人なんだよ。わかるんだよ。でもいい加減にしろよ。ダメよ。ちょっと可愛いって作れてる。大丈夫か。はい、行きます。星よ。待たせたな。キラーン。冬つもりで持ってきたんじゃないですけど。危ねえよ。次回、ついに恋愛ソング完成。それでは聴いてください。信号。お疲れ。疲れた？じゃあいつも甘えてるから今日はもう存分に甘えさせてあげる。